スマイルです。よろしくお願いします。今日はニット生地での、まあ、記録の練習というか、いろいろな生地でちょっと縫い比べをしていましたので、それをちょっとご紹介しながら、私なりのコツというかおすすめをご紹介できたらなと思って、上手な巻き録ができるように少しでも見ていただければなと思ってます。よろしくお願いします。とりあえず私が縫ってみたものをちょっと並べて今置いてます。で、一つ一つね、画面に大きくアップしてカメラも動かしながら一緒に見ていければなと思っています。今画面に映ってるのは本当にごく一部で、移動するとちょっといろいろこんな感じで用意はしてあるんですけれども、順番に見ていただこうかなと思ってます。じゃあね、今とりあえず見えてるポップコーン柄のスムースなんですけども、いろいろスムースも天軸も裏毛もヒッコリーデニムも、あとストレッチポンチ、スパンフライス、ポンチニット、こんな感じでいろんな生地やってみたんですけれども、天軸よりスムースニットの方が相性がいいかなと思ったんですね。こうちょっと見ていただくと、これはね、天軸ニットな感じ、わかりますかね。なんかやっぱり生地が薄いっていうのもあるんですけど、ふにゃってくるってなるじゃないですか、天軸ニット。それがやっぱりこの巻きロックには相性がそんなに良くないのか、こういう風になっちゃうんですね。ギャザーを寄せればもしかしたら可愛いかななんて思って、ギャザーをちょっと寄せてみたりもしたんですね。これがギャザー寄せてみたやつですね。うん、そうすると割と可愛いかなと思いました。やっぱり薄手のね、 T シャツとか天軸素材で作りたい方なんかはやっぱりギャザーを寄せてあげることで可愛くなるかななんて思いました。あとちょっとネットで私なりにいろいろ調べてみたところ、巻きロックは表を上にして縫うのか裏を上にして縫うのかっていうのがちょっとわからなかったので、ちょっとこれでね、検証というかくるくる具合が変わるかやってみたんですけれども、裏の方が綺麗に出るっていう方が何人かいたんですけど、やっぱり私はやっぱり表を上にして縫った方が縫い目が好きなので、うん、これも個人差があるかなって思いました。表からの方が綺麗かなと私は思ったので、天軸にやるんだったらもう好みでどっちかやってみて好きな方をお選びいただくのがいいかなと思います。あと、もしかしたら洗濯すると違いが出てくるとかが、うん、もしかしたらあるかもしれないので、ちょっとそこまでのね、検証はしてなくて申し訳ありませんが、天軸ニットはギャザーなしだとやっぱりそんなに可愛い感じに仕上がらなくて、ちょっとがっかりな感じになっちゃいました。はい、それに比べてスムースニットですね、この黄色のポップコーンはスムースニットなんですけど、やっぱりね、生地が天軸よりしっかりしてるっていうのもあって、すごくね、どの数値でやっても安定した可愛さにはなりましたね。で、これ何が違うかというと、まず、これが2回巻きロックして、もう一回巻きロック、そうするとかなりボリューミーになりますよね。こんな感じです。で、1回のと比べてみると、はい、どうでしょうか。こんな感じで、やっぱりね、ちょっと主張したい感じなのが2回の方かなって思います。これもね、やっぱり好みもあると思うし、どんなアイテムにするかによっても、うん、邪魔じゃない部分だったらね、いいかななんて思います、この太さ。はい、じゃあちょっと数字を変えて縫ったんで、その説明をしていきますね。このね、ちょっと数字とかを微妙に変えてみたんですけど、私この天軸ニットの方で最初縫ったんですね。で、その時にこれね、何が違うかっていうと、送り目ってこの一目一目の数なんで、密度ですね。はい、送り目を 0.8 と1でやったんですけども、送り目1の方が広い送り目なので、少しポツポツと出てきてますね。はい、それでこっちの 0.8 の方が
密度が高くなってますので、地の部分があまり見えなくなったので、私はこれを塗っても 0.8 でいこうって決めちゃいました。そんなことで、先ほど言った送り目は私はもう 0.8 でやっていこうって決めちゃったんですね、この天軸の試し縫いの時点で。なのでこれからちょっとご紹介するスムースニットとか以降全部 0.8 の送り目、密度の高い巻きロックで全部やっています。で次は作動をちょっと変えて縫ったのがこれですね。作動っていうのがありまして、縫っている時に作動はテンションなんですけど、こういう風に開きながら縫うか、こう縮めて詰めて縫うかっていう数値なんですけれども、 N っていうところが標準のところで 0.8 とか 0.6 とか1よりもちっちゃい数字になるほど、こういう引っ張って縫う感じですね。で巻きロックって引っ張りながら縫うことでこの波打ちが出てくるので、少し作動は1よりも小さい数字になるようにして縫っています。ただ0.6 と 0.8 そんなに差がないように感じたんですよ。ベースによっても変わってくるのかもしれないんですけれども、私の中では 0.8 と 0.6 はそんなに変わらないかなと思ったので 0.6 でずっといっちゃいました。はい、なので 0.6 がこれから増えてきます。次の比較はこれがメスを使ってカットして巻きロックをしたもので、生地の感じこういう感じなんですよね。なんとなくなんですけども、メスを使うことで生地が引っ張られるので縫い落ちしやすいかなって感じました。私は安定して生地送りをしたいので、これも好みになっちゃうとは思うんですけど、やっぱり私メスを使わないでメスロックして縫うことが多いんで普段なので、やっぱりこの巻きロックについてもメスロックの方が仕上がりが好みになりました。こっちの方が分かりますかね、より引っ張られてる感があったので、ちょっと伸びきっちゃう感じになっちゃうかなっていう印象を受けたので、メスはロックしようかなと思いました。上がメスロックで下がメス使用しています。そんな感じでメスのロックとロックしないのの比較をして、私はじゃあこれからロックをして縫っていこうって思って、次はこれはね引っ張りながら縫いました。これは 0.6 作動を最大に小さくして縫ったんですけど、さらに生地を引っ張りながらウェーブがかかるかなと思って引っ張りながらこれは縫ってみました。でこちらが作動 0.6 で、普通の何もテンション手で押さえたりせずにそのまま布送りしたものですね。これもやっぱりちょっと生地が引っ張ったことでなんとなく伸びきっちゃってるかなっていう風に思ったんですけど、まあ巻きロックこういうのが好きっていう方も多いと思うので、そういう方はね引きながら縫うっていう手もありかなとは思います。はい、こっちのさっきの作動 0.6 でテンションがかかったよっていうメスを使ったやつよりは、引きながらメスはロックして縫った方が綺麗にやっぱり縫えているような気がします、ね、短い距離なんでね、これが本当にちょっと絶対っていうあれでもないんですけど、はい、一応そんな感じでしたね。次に縫ったのがこちらですね。これ何の生地かなっていうとストレッチポンチです。でもうこれを縫う時点でもう送り目は 0.8 にしようとか、作動は 0.6 にしよう、あとかがり幅は M にしようっていう風に、もう自分の中で一番縫いやすい感じがここに固定されてきたので、メスがロックしてます。これストレッチポンチ、PU ポリウレタン入って伸びるんですね。なので縫った後に伸ばしてみたんですよ。そしたらこうやって綺麗にウェーブがかかって、ちょっとよくある理想的な感じになったので、あ、これはいいなと思って、やっぱり素材の力ってすごく大きくて、
ストレッチが効いてるので縫った後に伸ばすことでもうフリルみたいに綺麗に出るんですね。ストレッチポンチニットはすごく巻きロックに向いてる生地なのかなとは思いました。それではね、ちょっとまた違う生地の説明をしていきますね。スマイルで人気のひっこりデニムニット、あと秋冬向けに裏毛ニットなんかもやってみたんですね。そうですね、正直な感想としてはちょっと厚みがありすぎるかなって思ったので、こういうギャザーを寄せた仕上げには裏毛ニットだとかひっこりデニムニットはちょっと厚みがあるので、この巻きロックした後にギャザーを寄せてっていうアイテムだと、ここの長さがね結構あるギャザースカートとかだといいと思うんですけど、こういうなんか2段3段で短い距離のギャザーたっぷりのタイプにはちょっと厚みがあって使いにくいかなっていう印象がありました。はい、これも裏毛もそうですね、ここをね波打ちを綺麗にウェーブかけるように引っ張ったりも 0.6 と N とかでちょっと比べては見たんですけれども、 0.6 でやってもそれほど綺麗なウェーブはかからなかったんで、ちょっとこの辺りもやっぱりどっちかというと裏毛は不向きなのかなっていう印象を受けました。やっぱりある程度巻きロックするアイテムは厚みがそれほどないような、ギャザー寄せても可愛くなるようなベース生地を選んだ方がいいかなと思います。あと裏毛はね、この裏のループが見えちゃうんで、くるんとなった時にねやっぱりちょっと裏が見えてるっていう印象が出ちゃうので、あんまり向いてないのかなとは思いました。で、続いてなんですけど、先ほどのこのストレッチポンチの感じがすごくいいなと思ったので、同じくストレッチの効いたスパンフライス、これスパンフライスですね、これがストレッチポンチニットでスパンフライスでやってみました。こっちも PU が入ってるのでポリウレタンですね、こうやってすごく伸びる生地なんで、やっぱりねウェーブはかかりやすいなと思いました。だからスパンフライスでこれ洗った後ねくるっとなっちゃうかなっていうちょっと心配はあるので、洗いの試しもやった方がいいかななんて思うんですけども、くるくる具合はすごいやっぱり出たなと思います。例えばスムースと比べると、はい、スムースと比べるとこんな感じでやっぱ違いますよね。やっぱねスパン入りっていうのがポリウレタンが入ってると横伸びするので、多分綺麗なウェーブが出るのかなと思いました。はい、続いてポンチニット、これがねストレッチの効いたポンチニットが良かったので、普通のポンチニットもどうなのかなと思ってやってみましたが、やっぱりね PU が入ってる入ってないでこれだけ変わってきますね。 PU が入ってるとこんなに綺麗に入るんですけれども、ポンチ 100% のポンチニットだと厚みもあるっていうのもあったんですけど、ちょっとこれは私的には巻きロックには向いてないかなって感じました。カクカクしちゃうっていうんですかね、柔らかさが出ないような感じの仕上がりに厚みがあるせいかなってしまいました。もう比較したのはこんな感じで以上ですね。はい、すいません、一つ忘れてましたね、こちらの紹介、これはぎれでやったんでねあんまり分かりにくいかと思うんですけど、この横の長さに対して下の生地は3倍の生地です。で上は2倍の生地です。今日はちょっとギャザーについてじゃないのであれなんですけど、ギャザーをこうやって入れることで、例えば巻きロックの時点でそれほどウェーブがかかってなくても、ここでくしゃくしゃってまとまることですごいヒラヒラになって可愛くなるなっていう印象が伝わればいいかなと思って、こういう見本も作ってみました。はい、縫ってみてこんなに比較して思ったんですけれども、やっぱり向いてる生地でやるのが一番綺麗にできるかなっていうところ、数値とかそういうものよりも
私は天竺よりもスムースが向いてるかなって思ったのと、あとはやっぱりこういったギャザー寄せたりしないでそのまま使うんであればストレッチの PU ポリウレタンが入った生地が巻きロックは向いてるのかなっていうふうに思いました。他の生地についてはやっぱりギャザーを寄せてみると天竺でもこのような感じで可愛くはなりますので、縫製のね工夫をしていただければ巻きロックいっぱいいろいろなとこで使えるんじゃないかなって思います。はい、以上こんな感じで私が比較した生地のご紹介をしてきました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。